はい、アメ車ワールド公式 YouTube チャンネル、いつかは乗りたいアメ車じゃないけど国産車、R32GTR、BNR32 の最終モデル93年型、本日はこちらの撮影をさせていただきます。こちらですね、水戸、茨城の水戸にあるワイドスタイルさん、ヘッドライトの、プロショップなんですが、こちらの一応在庫車両、こちらですね、アメ車や逆輸入車が多いんですけど、たまにこういった国産のすごく魅力的な車があるんで、たまに来てチェックしてるんですが、こちらの R ですね、めちゃめちゃ程度がいいです。走行は約8万7000キロ、豚鼻とかニスモ仕様にはなってるんですが、基本的には巣の R32、最終モデルですね。でですね、めちゃめちゃ綺麗なんですが、なんとずっと倉庫保管されてた車で、10年ぐらい動かしてなかったのをワイドスタイルさんが、オーバーホール綺麗に起こした車で、ちょっと93年、もう28年前の車とは思えないほど綺麗です。はい、はい、こちら32、かなりノーマルを維持している車なんですが、部分的に変わってます。まずタイヤ、ホイール、ホイールはですね、レイズ、に変更されてます。でインチアップして18インチ、タイヤサイズは、後で見てみますけど、多分2553518じゃないかと思います。ブレーキとかローターはノーマルですね。はい、リアもレイズ、こちらもブレーキやローターはノーマル、タイヤは、ミシュランのパイロットスポーツ、リアタイヤですが、こちらのサイズはどこだ、はい、こちらも2553518、前後一緒ですね。はい、マフラー当然のように、スポーツマフラーが装着されてます。多分9時壺ですね。はい、じゃあちょっと内装を見てみます。はい、インテリア基本的にはノーマルに近いんですが、ステアリング、もものステアリングがついてたり、ブーストメーターが追加されたりはしますけど、基本ノーマルで、シートもオリジナルですね。こちら32の純正のシート、すごい高価なんですよね。でこれまたすごい程度がいいです。はい、ずっとガレージ保管されたというだけあって、UV とかによる劣化がないんで、プラスチック部分がすごい状態いいのがびっくりですね。はいで、リア、ほとんどの R がそうなんですけど、リアは全く使った形跡がないですね。すごい内装綺麗です。はい、インパネ、当たり前なんですけど、この当時の車なんでスピードメーターは180キロまでで、シンプルで視認性のいいインパネですね。でこの辺懐かしいですね。ウォッシャーにこちらはヘッドライトでレーダーで、ブリッツのブーストメーター、ドラレコですね。非常にインテリアも程度がいいです。でミッションは当然 GTR5 速のみ、5速 MT のみで、ここのシフトノブとかもすごい綺麗。ここは変えてるかもしれないですね。ちょっとエンジンをかけてみます。はい、エンジンをちょっとかけてみます。クラッチは結構重ためですね。あ、もう一発程度良さそうですね。秋の交通安全運動期間です。これはちょっとレーダーのアナウンスですね。まあ、今時レーダーとかドラレコとかいろいろ言ってきますね。ちょっとエンジンをふかしてみます。 GPS 信号を受信しました。ああ、 RB26 やっぱりいい感じですね。すごい力強さを感じます。はい、エンジン RB26 2.6 リッターの直6ツインカム24バルブ、オリジナルです。ニスモのタワーバー入ってたりはしますけど、ほとんど手は入ってません。でただ、10年間不動置きっぱなしだった車ということで、全部きれいに、オイルなんかも変えて、オーバーホールに近いメンテナンスが施されてます。なので、走行距離が少ないっていうのもあるんですが、もう絶好調に近いですね。まあ、逆に32でこういったノーマルのまんまのエンジンってある意味すごい珍しいですね。塗装とかもそのまんまですからね。で、この辺も全部綺麗な状態を保ってます。でこちらのエンジンなんですが、RB26、タイミングベルトを10万キロごとに交換してくださいと書いてあるんですが、ここを見ると10万キロいかない7万8000キロの時点でもタイミングベルトは一度変えてますね。まあ、今RB26 ブロックとかも新品で出ますし、ニスモの方から、手を入れようと思ったらエンジンに関してもいくらでも手は入れられますね。はい、ありがとうございます。そんなに爆音っていう感じではないですね。はい、それでは R32GTR 最終モデル、今回は試乗ではなく同乗試乗させていただきます。よろしくお願いします。あー、やっぱりいい音しますね。秋の交通安全運動期間です。これクラッチ気持ち重かったような気がするんですけど、ノーマルですか？こんなに重かったんだ。やっぱ RB26 っていい音しますよね。 2J とかもトルクフルでいいんですけど、音はやっぱ RB がいいよな。これエンジン開けてやり直してるんですよね、当然、はい、オイルとかも下がりきってたでしょうし、そもそもオイルももう腐ってるような感じだったでしょうし、オイルは腐るんだけどガソリンと、ああそうか、ガソリンとフューエルラインももうやり替えないと、水はやんないと。これどっか内燃機屋さんに頼んだんです。これは後輩のお店はメカニックは全部元日産の連中の集まりなんで、特に心配されない。現役時代にこの辺は扱ってた方々、その人たちがいるんで、必要異常なことはやらないんで、ね、なるほど、基本でチューニング屋さんだと余計なこと始まっちゃうからそうですね、いらない。あ、綺麗だな。あ、もうでも普通に乗れますね、この車。特別足も硬くないし、いいですよ、いいですね、乗り心地すごく。でまたやっぱりちっちゃいんだよな、この当時の車は。あ、なんか、あ、そうだったな、こんな感じだったなっていう感じですね。今残ってるというか、最近3人乗るとしても何かしらもうチューニングされた車ばっかりなんで、こういうノーマルに近いのって乗る機会ないですからね。これぐらいですもんね、メーターぐらいですもんね。そうですね。これも戻せるように穴開けないと。